デートは8合目で受験合格は頂上っていう風にイメージしようよ。そうだね。なんか山ガールみたいなものかな。まあ、登山という意味では山ガールだけど、山ガールの話はしてないかな。このゲーム、あれやね、オチが読めないね。どういう風に終わるんだろう。気になります。起立、礼。さて、受験も後半に差し掛かった。ここからが正念場なので、気を抜かないように。なんかちょっと癖のある読み方しちゃった気がするけど、先生の言葉が教室に響く。それぞれの模試の結果確認してると思うが、今回の結果に甘んじず、いやー、漢字が読めないな、先生。これ、慢心じゃねえ？慢心するってあれだよね。ちょっと、自信満々に言って、なんかやらかしちゃうみたいな意味だよね、慢心。精進？精進は違う字だな。なんだこれは。わからんな、先生。先生甘んじてるね、これね。先生甘んじてないけど、ムービンという実況者甘んじてるね。それでは以上。ホームルームが終わり、生徒たちは慌ただしく下校の準備をする。どうすんの？あれ、ミシナさんまた髪型変えた？なんか二つ結びにした？ツインテールにした？ミシナの方を見ると軽く微笑んでくれたが、そのまますぐに帰ってしまった。俺も早く帰るか。デートとか行かずに1日1時間ぐらい会話すればいいんじゃないの？なんか LINE とかで。うん。ジェシカちゃん、あの二人どうしたの？なーに、主語ははっきり言ってちょうだい。なんか、なんでわかるでしょ。なんそんなちょっと喧嘩腰なん、ジェシカちゃん。どうしたん？冬越と春川だよ。最近すごくそっけなくない？あの二人付き合ってるんだよね。そうね。どう思う？聞いてないよね、多分ジェシカちゃんね。それにしても、ふうって、どうしたの？私は部外者だから確かなことは言えないけど。けど？あの子たちは今大きな試練を迎えているのかもしれないわ。あ、察しがつくんだね、多分ね。試練？少なくとも喧嘩したり別れたりしたわけじゃないから安心なさい。そう断言できるんだね、やはり。さすがジェシカちゃん。それならいいけど、何かしてあげられないの？優しいな、この生徒。私たちにできることは見守ることだけよ。まあ、受験だからな、しょうがないよな。誰が悪いとかじゃないしな。そっか。季節は秋、ようやく穏やかな空気を感じ取れるようになってきた。しかし、マサトとミシタの間には今避けて通れない寒波が襲っていたのだった。何？ちょっと会話しないだけで冷めちゃう感じ。それから早2週間、学校が終わったら塾へ向かい、帰宅したら予習復習をして寝る。そういった生活をずっと続けていった。受験生ってこういう感じですよね。そして学校で受けた小テストが返ってくる。どう？成績上がった？よーし、テストを返そう。マサト君黙ってますね。ミシナちゃんも黙ってますね。なんか、あーって言ってるけど。おかしい。何？下がってんの？なんで？この間まで9割方取れてるのに、今回は7割しか取れていない。というのも、今回の小テストは全国の模試を参考に作られていたものなので、これまでの復習に当たるのだが、それで結果が悪化しているということは、模試の時より学力が落ちているということだ。そんなバカな。あんなに身を切る思いで、ミシナとの時間を我慢してまで勉強を頑張ったのに。もしかして、もしかしてだけど、ミシナちゃんも同じ状況なんじゃないの？どうしたの？どうしたの？ミシナが死にそうな顔でこちらやってきた。私、点下がっちゃった。めちゃめちゃ泣きそうな声で言うじゃん、ミシナちゃん。どうしたん？話聞こうか。ミシナも？なんとば、よもやよもやといった事態だ。煉獄さん。どうした？急に鬼滅の刃の煉獄さん出てきた。よもやよもやだ。つって、ね、全然似てないけど。うん、こんな声じゃないと思うけど。こうなったらどうする？志望校変える？ん？ミシナの声に、言い知れぬ重みを感じる。もう、敬遠の中くらいにしなきゃダメだよ。関係あんの？だって。喧嘩しろと。それはちょっと斜め上の発想だな。彼女がいるから学力下がるの？
え、つ、え？え、僕、僕、あんまり自分のこと言うとあれだけど、僕、カナイとのノンフィクション4コマ漫画をツイッターで投稿してるんですけど、僕、カナイ高2からの中なんですけど、別に成績下がんなかったよ。まあ、私は私だよね。うん、マサト君たちはマサト君たちだよね。うん。待て待て待てー待て待て待てーとんでもない提案をしたミシナに俺は漫画のようなツッコミをしてしまった。お互い親の敵だと思って口も聞かない目も合わせないくらい徹底しないと。絶対関係ないって考え直してミシナちゃん、別に嫌う必要ないだろう。それに好き嫌いは表裏一体だし、なんか深いこと言い始めたマサと。そうなの？そうなの？好きな反対嫌いじゃなくて無関心って言うだろう。あー、それは言うね。無関心になれってこと？そうそう、わざわざ嫌悪する必要なんかないって。だったら嫌煙の中じゃ空気だと思えばいいんだね。それはそれで嫌だろ。だからそうじゃないだろ。思考が暴走しかけてるミシナに俺は芸人のようなツッコミをしてしまった。だってやっぱり少しでもマサト君と会話すると意識しちゃうもん。え、別に成績が下がるほど考えるの？だったら逆に時間決めてなんかしろよ。発散しろよ。方法は知らんけど、 LINE で電話でもね、デートでもいいかもしれないけど、時間を決めてしろよ。区切れよ。中途半端なコミュニケーションじゃ物足りなくなるし。1時間の区切りじゃ結局物足りないのか。ダメなの？そう、それは俺だと同じだけど。あ、分かったよ。じゃあ次の小テストまで会話もなしで。やるなら徹底的にやろう。ジェシカちゃん、カンパ来てるよ。やっぱこの二人にカンパ来てる。合ってたよ。うん、ジェシカちゃんの言ってたこととかナレーションだと思うけど合ってます。はい、わかった。じゃあ先に帰るよ。うん、また明日。あ、別に喧嘩するわけじゃないからな、いいんじゃん。徹底的にやると決めたものの、ミシナがいるのに一人で帰るのはやっぱり寂しかった。登下校だけは一緒に。あ、でもそれ中途半端なのか。わからんね。まあ、それぞれの恋愛感があるからね。感情移入、僕ができるできれば関係ないね。うん、それぞれの恋愛模様を楽しんでいこう。たまに外国かぶれになるの何なんだろうね、私ムービー。そして小テストの日。前回の雪辱を果たすため、俺は気合十分にペンを握った。よし、やるぞ。頑張ってほしいな、でもマサト君には。そして結果は、前回から悪化するはおかしいだろ。どういう勉強法してるやん。クソ、前回からまた点が落ちてる。おかしいって。目に見えて落ちたわけじゃないが、徐々に悪化してるのは確かだ。まるで、真綿？真綿で首を絞められている気分。ミシナはどうだったんだろう。俺はミシナの席を見てみた。表情から察するにミシナもあまりいい結果じゃないみたいだな。ここまでして成績が落ちてしまっては、もうどうしたらいいのかわからなくなってしまった。と、絶望したその時だった。すごい、ジェシカちゃん、満点だ。ノフーノフーちょろいもんよね。待って待って、お前、急に面白くなるな。ウフフノフーは面白いだろ、お前。その手の笑い方、ドラえもんでしか聞いたことねえんだが、僕は。ムーフーフーノーフーみたいな。全然似てねえ。うん。ちょろいもんよね、じゃないんだと。うん。ジェシカちゃん、すごいね。どんどん点数上がってるよ。まあ、私にはテストを清める秘訣ってのがあるのよ。やっぱなんか、しっかりメリハリつけて休んでもいるんじゃない？よくわかんないけど。ジェシカと隣の生徒がそんなことを話してる。もうこうなったら藁にもすがる思いでジェシカに秘訣とやらを聞いてみるか。よし、全員は急げ。で、ミシナ。席を立とうとしたところ、先にミシナがジェシカの席に向かっていた。あら、どうしたのミシナ。あ、ミシナちゃんに優しそうだよね、ジェシカちゃんね。あのジェシカさん、うん、確かにマサトが行くよりはポロッと言ってくれそう。何よ、思い詰めたような顔しちゃって。ジェシカさん、せって、え、せ、やめよう。危ない。おー、なんかいきなりやばい単語言いそうになった。危ない。え、今のせ骨とか
技とかそういう話じゃなかったっけ。せ、せって何。せ、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 別にいいけど、どういう感じの勉強法なの？それか私生活のルーティーン的な何かがある？チラリと俺を見るジェシカ。とりあえず放課後でいいかしら。人目もあることだし。え、なんか発散してるってこと？やっぱ好きなこの人は確か男性と付き合ってるダーリンがいるみたいな話あったけど、なんか週一で会うみたいな、そういうことか。もちろんマサトも来るわよね。あー、チラチラ見てたのバレとるで、マサト。あ、ああどういうテンションなんだそれ。あ、ああでびっくりマークつくと、あ、ああなのか、あって言った後にああって言ったのがどっちなんだろう。元気に同意したのか動揺してるのか分かんないの。決まりね。決まりですね。というわけで放課後に3人で集まることにした。そして放課後、あ、またここかい。この前連れて行ってもらったあの店に3人で集まった。ジェシカさん、それで秘訣っていうのはどういうことを実践してるんですか。落ち着きなさいな。その前に私にも一つ教えてほしいのよ。あ、まあ聞いてないからね、こっち側のストーリーは。何を。マサトもミシナももともとは私なんかより成績良かったと思うんだけど、今はスランプ状態ってことでいいのよね。あ、勉強においてのスランプか。あらあら、珍しいこともあるものね。二人ともね、成績もともと良かったって話だもん、ね、それで確かに、ね、二人揃って悪くなってること、もしかして付き合ってることが原因だったりするのかしらって。それはなんかこう見ると二人して遊びほうけてんのかなと思うよね。そうだと思う。図星を疲れて言いよどんだ俺に代わってミシナが答える。最初はそう思って、私とマサト君も会わないようにして、その分勉強に集中してみたの。でも結果は悪くなる一方で、今日の小テストは俺たちが一切会話しないようにしてまで勉強したんだけどな。分かってないわねみたいなため息出たぞ今。ジェシカがため息をついた。ダメね、全然ダメダメ。ダメよ、ダメダメ。え？ダメって？そんなやり方じゃかえって逆効果よ。あ、そうなんだやっぱり。え、なんで？大方、恋人気分を満喫しすぎて勉強の時間が不足していたからとか、そういうことが原因だったみたいに考えていたんじゃないの？まあそうだろうな。おっしゃる通りです。その通りでございます。だからその遅れを取り戻すつもりで。いいこと？何をするにもまずモチベーションってものが必要なのは知ってるわよね。まあね、やる気スイッチどこにあるんだろうって話だよね。まあやり始めないとやる気出ないらしいですけど。あ、ああ、恋人であるあんたたちが会話もしないで勉強を頑張らなきゃいけない理由、それは何？会話もしないで勉強を頑張らなきゃいけない理由、二人で同じ大学行くためなんじゃないの。それはミシナと同じ大学に行くためだ。同じ大学に行くため、そのために成績を上げる必要がある。とりあえず二人の目標はそれで共通してるのよね。うん、せやろね。それじゃあその目標を達成させるために頑張らないといけないことは。え、勉強なんじゃないですか。成績を上げて A 判定をもらうこと、そのために勉強量を増やすんだよね。せやろね。間違ってはいないけど、かといって正解でもないわ。勉強量を増やせば成績が必ず上がるという保証はないし。まあね、勉強の仕方が下手くそだったら結局伸びないよね。何が言いたいのジェシカ。これを見てちょうだい。どれを見てちょうだい。ジェシカは自分のスマホ画面を見せた。そこには何やら報酬アイテムと書かれた画面が表示されている。報酬アイテム。私の成績が上がった秘訣はこれよ。ああ、自分に対してご褒美を作るってこと。ジェシカ、ゲームなんかで成績が上がるわけないだろう。最後まで聞きなさい。私がやってるこのゲームは様々な課題を達成することで褒美のアイテムがもらえるの。はい。と言っても最近のゲームには大体搭載されているけどね。ほう。つまり
どういうこと？え、それは何、自分にご褒美を用意するってわけではなくて、そういうアプリが存在するってこと？あんたたちに必要なのはご褒美よ。なるほど。ご褒美？まあこんだけ頑張ればこれが手に入るっていうことでモチベーションを上げましょうということですね。最初にモチベーションの話をしたわよね。はい、してくれましたね、ジェシカちゃん。目標を達成するにはその努力をするモチベーションが必要なの。つまり一緒に大学行く程度じゃ足りねえってことか。そういうこと言っちゃってかわいそうだね、うん、そのモチベーションを保つために必要なのがご褒美なのよ。まあ確かにな、目標が遠すぎるからな。うん、次の模試で A 判定を取るとかだったらまだわかるけど、同じ大学に受かるという最終目標がご褒美なのはちょっと遠いよね。そうね。例えばだけど1時間勉強を続けたらお気に入りのスイーツを食べられるみたいな感じよ。うん、わかりますよ。目標には小さな課題が含まれてるのよ。それを達成した時の自分へのご褒美をたくさん設定したの。うん、何かを達成して何かを得られると思えばそのために頑張ろうって気になるでしょ。まあね、でその時間が少ないのであれば、例えば勉強時間がそれで少ないとしても、その時間内でその成績に到達させるにはどういう勉強法をすればいいんだって考えるしね。何かにおいても結局モチベーションって大事だから、そこを引き上げるためにご褒美というのをセッティングするのはかなりいい策なんじゃないですか。自分へのデートしようぜ、じゃあ。やっぱデートを変に我慢しない方がいいって。うん。思い返してみれば、俺とミシナは自分たちで目標を決めるまでは良かったが、そこからはご褒美ではなく制約ばかりを課してきた。目標が達成できなかったからデートを制限する。その結果が悪くなったら今度は会話を制限する。どんどん制限が増えていきましたね。そんな風に恋人であることを縛っていってやる気が続くと思う？やる気は人による。最終的に大学同じとこ行こうって目標は合致してるから、それでやる気が続く人もいるよね。まあ2人は続いてないから、まあこのジェシカさんの言葉刺さると思うけどね。ジェシカが言うことに俺は何も言い返せない。あるのはただ自分たちのこれまでの行動を後悔することだけ。うん、次にまた点数が下がったらどうしようって不安ばっかり溜まっていったよ。不安抱えて勉強してなかったら意味ないからな。俺も見失うと同じだ。それで勉強の時間が増えても結局集中できなくて。そこまで分かってくれたら私の出番は終わりね。あとは二人で何とかしなさい。おお、ジェシカちゃん、まあご褒美やな。結局それぞれでセッティングするしかないからな。まあジェシカちゃんの出る幕ではないでしょう。まああんたたちがこの程度でダメになるとは思わないけど。デビットー、追加注文お願い。デビッドさん、オッケー、すぐ向かいます。こんな感じだったっけ。そう言ってジェシカは口笛を吹き出した。ジェシカ、あのさ、あら、何かしら。なんでそんなに俺たちのこと助けてくれるんだ。ああ、まあ確かによく相談乗ってくれるよね。私は別に助けたつもりなんてないけど。でも相談をしようって言ってここに来てるんだから、助けてることにはなるでしょ。友達だから、理由はそれで十分でしょ。かっこいい、ジェシカちゃん。ジェシカはそう言ってウインクをした。友達だからか。ちょっと響いた、マサト君、ありがとな。俺はジェシカに聞こえないように小声で感謝した。言葉にしとけちゃんと。マサト君、別にええやん今の。そろそろ帰る。うん、まあ帰りましょう。じゃあ、うん、どうしようか。え、なにこれ、選択肢やん。あれ、このゲームってエンディング分岐するんだったっけな。全然初めてやん。もう少しミシナといる。ミシナと下校する。下校しても話進むだろうし、ここでミシナといたらジェシカちゃんと話さないといけなくなるんじゃないの。でもこの場行ってみるか。ジェシカがせっかくアドバイスくれたんだ。あいつの期待に応えるためにもまずはやってみた方がいい。それじゃあ早速ご褒美を決めてみないか。ああ、下校中というか帰り途中に決める展開にはなんないんだな、多分この感じだと。いきなりで戸惑わせるかと思ったが、うん、そうしよう。おお、同意してくれた。これはグッドルート引いたか、ある種。ミシナは同意してくれた。
ジェシカは静かに立ち去った。あ、ジェシカは去ってくれるんか。少し考えて俺は思いついたご褒美を提案してみた。やっぱり身近なところがいいよな。ミシナはこの前の原告のテスト何点だった？私？なんと10点満点です。かわいいな。俺は8点だったわ。じゃあ次の英語の小テストが10点満点だったらデートに行くってのは？我ながら明暗と思っていたのだが、ミシナの返事は予想外のものだった。そんな簡単なのがご褒美でいいのかな？え、不満？マサト君とデートするの不満？足りない？簡単？ミシナは俺とデートしたくないのか？ほら傷ついてるよマサト君。まさかそんな反応されると思っていなかったのでつい口を滑らせてしまう。したいよ、今すぐにでもしたい。え、じゃあよくねえか？したいならご褒美になるってことでは？でも私たちはこれからも志望校に受かるために、ああそういうこと、何度も小テストを受けたり勉強に励まなきゃいけないんだよ。一回の小テストくらいで簡単にデートしちゃうのは。それはあるかもしれんな。小テストだからな、10点満点の毎授業の頭とかに出るようなもんでしょ。それはちょっと確かにご褒美強いかな。一日拘束しちゃうだろうしね、デートって。だからもし A 判定とかじゃん多分。それはそうかもしれないけどさ、これからもっともっと大変になるんだから、デート自体は最終目標くらいに設定した方がやりがいがあると思う。確かにちゃんと見通せてるね、ミシナちゃんね。ミシナ本当はね、絞り出すような声だった。マサト君とデートしたいよ。デートだけじゃなくてその先だって。結婚しよう。結婚しよう。受験をしっかり終わらせて、あとは卒業だけってくらいじゃないと不安で、そんな気持ちでデートしても楽しくないよ。受かるかな受からんかな、通常態でちょっとデートしてもな、ちょっとあれだよね。確かにミシナはちゃんと考えて俺の提案を却下したのかもしれない。いや、かもしれないじゃなくて多分めっちゃ考えてるよ。だというのに俺と来たらそんな気持ちも知らないで簡単に考えてしまって。ミシナごめんな、甘っちょろいこと言って。マサト君、ちょっとハードル低すぎたな、マサトな。 でもな、だけど俺はそんなミシナを見て、それじゃあ今までと何も変わらないと感じた。だから俺は妥協案を出すことにした。だからってそんなに自分に厳しすぎるのはさすがに息が詰まると思うんだ。デートは言い過ぎた。デートまでとは行かなくてももう少し軽いご褒美だったらいいだろう。どういうのがいいのかな。だからっていうか LINE 電話とか。そうだな、少し考えて俺は一つ思いついた。あーなるほどね、やっぱ喋る時間が欲しいよね。それなら小テストの点数が前より上がったら一緒に下校するというのはどうかな。そんなことでいいの？え？いいよ。君たちの価値基準よそれは。うん、そんなことでも今までの張り詰めたやり方よりやる気は出るだろう。一緒に行けこうか。それなら時間もね、一日拘束とかじゃないから、帰るのに例えば30分1時間学校からかかるならそれぐらいの拘束時間で済むからね。いいんじゃないですか。うつむいてボソボソと何かつぶやいてるミシナに声をかける。ん？ミシナ？はい。敬語。それで、小テストの結果が返ってくるまでは別々に下校だよ。そうだよね。そういう、まあある種今まで通り、今制限した状態を保ってたわけじゃん、今まで。だから今が最低ラインな状態だよね。ここからだから、徐々に解放されたり、また悪くなっちゃったら制限したりっていうのをこうアップダウンを繰り返していく感じね。手数を上げて、ゴニョゴニョゴニョ。なんかまたボソボソ言ってるけど大丈夫だろうか俺の彼女は。大丈夫だよ。うん、マサト君よりは結構一般の価値観を持ってるかな。うん、ご本と咳払いをしてミシナの気を引く。とにかくさ、少しずつでいいから前に進むことも大事だろ。今俺たちは高い山を登るために準備をしている段階のようなものだけど、
そこから1センチでも進まないと頂上にはつけないじゃないか。デートは8合目で受験合格は頂上っていう風にイメージしようよ。そうだね。なんか山ガールみたいなものかな。まあ、登山という意味では山ガールだけど、山ガールの話はしてないかな。うん。それを言ったら俺だって山ボーイだよ。乗っかるな。そういう話じゃない。登山をするみたいな例を出したけど、別に目標に対してどこら辺ぐらいなのっていうメモリ的な話をしただけで、山ガール山ボーイの話はしてない。山カップルだね。天然かこいつら。かわいいな。なんかいきなり珍妙さが増したな。まあそれはさとき、それでは次の小テストまで頑張ろうな。あ、少しなら LINE でメッセージ送ってもいいかな。決めようぜ、 LINE のメッセージ数10件までみたいな。唐突になんか話盛り上がってきたところぐらいで止まるっていう。でも今日10件って決まってるからみたいな。20件まで解放していいのは、なんだろう、小テストじゃなくて中テストとかがあるんだとしたら、中テストのね、点数が何点以上とかね、決めますか。え、それはダメ？ダメなの？マースくん、そうやって首をかしげて上目遣いで言うのちょっとずるくないか、ミシナ。まあ男はバカなんでね、女に弱いんでね、しょうがないね。うん、全然もう5億メッセージぐらい送ってください。スタンプ5億回連打してください。そして11月、今日は小テストの日だ。だいぶ受験シーズンに来たな。しかも